ボーズマンと行く。今日は伊予鉄高島屋にやってきました。それではレッツゴー。ダッシュー。ボーズマン、違う、こっちだよ。こっち。松山市駅にある地元の百貨店として15周年を迎えた高島屋。伝統は大切に、かつ時代の変化にも対応しています。こちらはジェラートピケ、大人女子が着る休日のルームウェアをテーマに、今季のアイテムはシルク素材を使用。レディースのみならずメンズラインも展開していますよ。さあ、こちらにとってチームワークとは何でしょうか。はい、双方向コミュニケーションです。一方通行ではなく、みんなが意見を言うことができて、同じ目標に向かって進んでいくことです。同じ目標に向かうって大事ですよね。はい。あ、ボーズマン、それ新しいマント。ボーズマンと行く。詳しくはサイボーズ松山のホームページをチェックしてください。